はい、これはね毛穴掃除2週間くらい前にやったんですけどまだ詰まってないですね1回掃除するとね多分1ヶ月くらいきれいなんじゃないかなうんもう夕方なんですけど多少ね油がけにまあちょっとねテカテカしてますけど毛穴自体はね詰まってないですね 毎日意識してね地肌をね洗うようにしてます一旦こうね掃除するとしばらくの間、まあ、穴はね綺麗でいるので、まあ、1ヶ月に1回くらいのペースでね掃除するといいんじゃないかなと思いますねカットしに来た時に、まあ、やったらいいんじゃないですかね、はい、メーカーさんはね2週間に1回って言ってましたけど まあ食べてるもものによよりますよね油っぽいものを食べてたら多分2週間に1回掃除しないと詰まってきちゃうだろうし、はい、私の場合はね2週間にもそんなに詰まってませんで詰まってなかったですね